マージャンにおける役の複合とは、複数の役が矛盾しない形で同時に成立する状態のことを言う。役が複合すれば、半数はすべて加算されるため、マージャンでは常に役の複合を意識してプレイすることになる。マージャンの手作りにおいて1回の上がりで同時に、複数の役が成立している場合、すべての成立役を加算して、点数計算を行う。例えば数のような上がりの場合、 単ヤを、平和、ツモ、三色同順の、計四役に、ドラ一枚が複合して、合計六半の上がりとなる。つまりこのような状態が、それぞれの役及びドラが互いに複合している状態、である。ハイパイと、ツモに恵まれ、まともな手作りを経ればより多くの役を複合させて、高得点を得ることができる。上のパイ姿の場合、さらに立直をかけていれば一発や裏ドラなどが、 複合して、より高い得点になる可能性もある。このように、マージャンとはいろいろなパイの組み合わせで上がり形を作るゲームで、あると同時に、いろいろな役を狙い、それら可能な役をいくつも複合させてより高い手を狙うゲームでもある。もちろん、もろもろの理由により他の役が一つも複合しない、最終型が出来上がることは少なくない。 例えば下のようなパイソ型で立時化をかけたとすると、つも数量であれば3アンコウが複合したが、論数量だったために、これがつかず、裏ドラも乗らなかったため結果として、リーチ以外に役が複合しない手になってしまった。このようなリーチのみの手、あるいは役杯のみの手や一平行のみの手など他の役が一つも複合していない手は、のみでと呼ばれる。なお、 役の複合に関してはいくつかの制約があり、これは次節で小説する。基本的にはまず手配をメンツごとに分解し、その形が複数の役の条件に合致していれば、すべての役が複合する。ただし、以下に示すような条件がある。役 A の条件を満たせば、自動的に役 B の条件も満たされるような場合、役 A は役 B の上位の役であるという。 薬 A で使用するパイの一部で薬 B も構成できるという際も言うことがある。例えば、大身元は小三元の上位薬であるなど。この時、薬 B は複合せず薬 A だけをカウントする。例えば、真一色がつけば根一色はつかない。真一色は根一色の条件を自動的に満たすからである。同様に二平行は一平行の上位薬。 ダブル立時下割律字下の上位役、コンロート及び準全体級は、全体級の上位役で、上位役の成立に際して同時に、改約を複合させることはできない。ただし例外として立時下と一発、小三元と三元杯のうち二つ、コンロー等と大体は、七統一のいずれか片方は複合する。二通り以上のメンツの分け方がある場合、 まずメンツの解釈方法を決めてから役を決定する。したがって、別々のメンツ解釈において成立する、役同士は複合できない。論論一つの役は別のメンツの組み合わせがあったとしても、二役分カウントすることはできない。論流しマンガンは手配に無関係の特殊系のため、他の役と一切複合しない。役漫が成立している場合、特典計算上は、 他の役は全て無視される。これは、役万以外の役は、役万とは複合しないとも、役万以外の役は、役万と複合しても無視されるとも取れる。どちらの解釈でも特典は全く変わらないが、完全先付けのルールでは、役の成立の是非をめぐり、問題になることがある。つもどら表示はい。ありがとうございます。